はい、こんにちは。理科の授業始めるよ。今回ね、植物の体ということで、まずね、根からやっていく。根、茎、葉と順番にね、やっていくしね。で、根の作りだけど、まず覚えてほしいものがあって、根棒。これ何かって言ったら、根にこういうね、なんか毛のようなものがいっぱいついてるんだ。これを根棒という。根の毛と書いて根棒ね。いいかな。で、まあ、根ってね、何するかなんだけど、下にも一応書いてあるんだけど、一つ目、土から抜けにくくなり、茎や葉を支える。わかるよね。根っこがいっぱい生えてると土から抜けにくいよね。だから、例えば風が来ても、動物が植え取っていっても、なかなか植物はスパッと抜けない。茎や葉を支えるというね、まず根の働きがある。それから二つ目、水や肥料を吸収する。これもわかるよね。水とか、まあ、肥料っていうのはね、水に溶けている肥料ね。これらを吸収するために根がありますよ。で、根棒っていうのは、これら2つを、まあ、よりね、効率よくするために生えてるんだ。例えば、毛が生えてると、ツルツルしてるとでは、やっぱり土から抜き、毛が生えてる方が抜けないよね、抵抗があってね。それから2番、肥料や、水や肥料を吸収するだけど、毛が生えてると表面積が多くなるんだ。要は土に触れている部分の面積が多くなる、広くなる。だから吸収も根棒が生えてる方がしやすいよね。この辺の水とかも吸収していくんだ。だから根棒っていうのがある。いいかな。根棒覚えてね。毛がこういうふうにね、根っこに毛が生えてる、これを根棒っていうからね。それからあとね、このね、細胞というのが出てくるんだけど、細胞ね。で、これ細胞ね。細胞っていうのが出てくるんだけど、まあ、植物もね、動物もみんなね、細胞が集まってできている。で、その細胞が、例えば、一つだったものが、二つになったり、四つになったり、どんどん大きくなると、植物や動物もね、成長する。さらに、一つの細胞がぷくっと膨らむと、これもまた体が大きくなるよね。で、その根の細胞が分裂する。要は一つだった細胞が二つにとかいう感じで分裂する場所っていうのが実はあるんだ。それを成長点という。だから赤で書いてる根毛、成長点。これ覚えてね。成長点。これどこかって言ったら根の先っぽの方なんだ、ここ。ただ、一番先ではない。一番先ってさっき言っとくと根幹っていうものがある。根幹。これ何かって言ったら、この成長点を守るためにある根幹。で、その根幹の一個内側に成長点というものがある。ここで、ちょっと絵は見にくいんだけど、一つの細胞が二つとかね、いう形で分かれていく。一つ細胞があると、これが、こうね、二つの細胞にこう分かれる。こういう感じでね。で、また二つの細胞がさらにどんどんこういうふうに分かれていく。細胞がどん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 増えていくんだ。うん、ここのその場所が、ここ、成長点。根の先っぽよりちょっとだけ内側。ね、で、この辺の上の方はって言ったら、実はそんなに根って伸びないんだよね。根がどんどん伸びていくのは、ここで細胞がどんどん分裂するから、先っぽの方がどんどん伸びていくんだ。で、その細胞が分裂した、まださらに一歩手前、ここね。この部分では細胞が大きくなります。例えば、分裂した細胞がね、初め小さかったけど、それがどんどん膨れ上がる。それが、この場所。で、マックスまで膨れ上がったら、もうそれ以上は成長しない。いいかな？こういう流れだ。だからね、よくある実験、こういうね、ソラマメとか使った実験があるんだけど、まず、種を植えます。で、根っこがちょっと出ました。ちょっとが出たときに、ここに印をするんだ。ポンポンと等間隔にね、印をする。徐々に根が伸びていきます。伸びていくんだけど、実は印をした先っぽの方がどんどん下に行くだけで、上の方の2点はずっと成長しても同じ場所にあるんだ。これも同じ場所。先っぽの方だけがどんどん伸びていく。だから、成長してるのはこの先の方なんじゃないかなっていうことがわかる。ね、いいかな。
本館、一番下は成長点を守る場所なんだけど、その手前に成長する細胞が分裂するところが成長点っていうのがあって、その1個上、細胞が膨れ上がる大きくなる場所がありますってね、こういう流れになっていく。大丈夫かなね。特にこれね、混合とか成長点、根幹、こういった言葉はしっかり覚えてね。じゃあ、次行こう。次は茎。まあどちらかというとね、ここがね、今回最も大切なところかな。で、茎、まずこれね、茎の断面図、つまり茎をパッと真横に切る、切った時の面がこのようになっているとする。いいかな、イメージついた。茎をパッと切った時の面ね、こういうふうになっている。で、実はこういうふうにね、なんか管みたいなのがあって、で、管も2種類ある。一つが導管と言われている管、これがこの内側にある。これね、内側、これね、ここ、これ全て、そう、これ全て、これ導管って言われている部分だ。で、導管って何の部分かって言ったら、こう書いてある通り、根から吸収した水や肥料を通す管になっている。これ、ね、根から吸収した水や肥料を通す管のことを導管という。で、一方、その外側、こちら側をこれ歯管という。ここね、外側のここを歯管という。で、歯管というのは何かって言ったら、根じゃなくてこっちは歯、歯で作られた養分を通す管を歯管という。これ場所を覚えて、内側にあるのが導管、外側にあるのが歯管だ。いいかな。まあ、覚え方、例えばね、いろいろあるけど、例えばね、根から、まあ、吸収する、例えば水とか根を根から吸収するよね。もう水道管なんて覚えてもいいかもね。根から吸収する方が導管だ、水道管ってね。で、歯から吸収するのが歯管。さらに場所は、根は内側、歯は外側、ね、外側ね、歯管は外側にある。で、実は導管とか歯管というのは、根にもついてる。だって根から来てるんだから。いいよね。根にもついてるし、茎にももちろんあるし、葉っぱにもある。植物全体にこれ通ってるんだ。イメージとしてはこういう感じ。この赤と青がまあ導管歯管だとしたら、根っこからもう葉っぱまでもうこれ全て導管歯管が揃ってる。導管と歯管がずっといろんなところを通ってる、ね。で、さらにね、もう一個次ね。これ、胃管束って呼ぶんだ。胃管束。で、これ何かって言ったら、導管と歯管が束になった部分、つまり、ここね、これをまとめて胃管束という。だから、内側の導管と外側の歯管、これをまとめたものが胃管束。この言葉、すべて覚えちゃって。導管、歯管、胃管束。いいか？こういうふうになってる。ちなみにね、歯管、歯で作られた養分を通す管って書いてあるけど、養分って何か分かる？養分。葉っぱで作られるものって何だ？でんぷんだよね。で、ただ、でんぷんというのは、でんぷんそのもの自体は、運びにくいんだ。なんでかって言ったら、でんぷんって実はね、水になかなか溶けない。水に溶けないっていうことは運べないんだよ。じゃあ、でんぷんをどうするかって言ったら、これ、糖。これ、人の体でもそうなんだけどね、でんぷんっていうのを一旦糖に変える。糖ね。で、糖に変わると水に溶けるので運べる。だから、導管とか歯管、まあ、どうか歯管ね、茎とかで切ったときに歯管で通ってるものって実は糖なんだ。と。でね、あえてまあここでは養分って書いてるんだけど、つまり糖のことね。うん。これが通ってるってことになる。でね、あと次ね、これ何かって言ったら、これはまあまあ大体わかるよね。茎がこう、もう かなり拡大してるよ。茎がこうあって、それをこう、切ったところの横の図。だからこれは真上から見た図。これは横から見た図ね。こっちが上ね。わかるよね。で、真ん中に導管があって、横、こっちに歯管がある、外に歯管がある。内に導管があって、外に歯管がある。
で、真ん中にこれね、形成層って書いてるよね。形成層。形成層。で、これ図で言ったらどこかって言ったら、形成層っていうのは、この丸くなってるね。これが形成層。形成層って言った。で、形成層って何かって言ったら、まあ、茎をね、太くする場所が形成層。さっきね、根で言ったら成長点ってあったよね。同じような感じ。茎で言ったら形成層、ここで茎を太くする。形成層、同化しかいかずく形成層、ね。たくさん言葉出てきたけど覚えてね。茎の働き、葉や花、果実を支える。当たり前だよね。水や肥料や養分の通り道となる。これも当たり前だよね。ちなみに、水や肥料、これ通り道が同化。養分の通り道が歯間ね。いいかな。ここまで大丈夫かな。じゃあね、あと一歩。もう一つ詳しくやっていく。で、ただこれとても大事なことだからよく聞いて。これ今書いた図ね。これ実は草食植物の図を書いてるんだ。草食植物の図。草食植物覚えてるよね。で、実はこれ単子葉植物ではちょっと様子が違ってくるんだよね。単子葉植物の図もここに書くから、みんなも同じように自分をね、紙に書いていって、どんな図かって言ったら、同じように丸がある。まあ、ちょっとスペースがないからちっちゃめに書くね。同じように丸がある。で、同管歯管がくっついた胃管束っていうのがいっぱいある。ただ、草子葉植物みたいに、こういうふうにね、規則性にな、みたいにね、並んでなくて、実はその胃管束っていうのが、結構バラバラにあるんだ。こういう感じね。結構バラバラにある。で、それぞれ、これと同じように、同管、ちょっといっぱい書いたから、まあまあ、何個かだけにしとこうか。同管と、あと、歯管というのが、それぞれあるんだ。わかるかな？同管、歯管くっついて、この胃管束ね、この今、最初に黒に丸した部分が胃管束。で、同管、歯管はこういうふうにある。だから、草子葉植物はこう丸にね、きれいに並んでるんだけど、単子葉植物っていうのは、同管、歯管がくっついて胃管束っていうのが、結構バラバラにある。さらにね、単子葉植物の、特徴、形成層ってね、あったよ。ないんだ。形成層がない。いいかな。形成層って何する場所だったか覚えてる？茎を太くする場所だ。草子葉植物には形成層があるんだけど、単子葉植物には形成層がないんだ。だからまあ単子葉植物はね、茎はなかなか太くならないっていうね、そういった特徴がある。形成層がないね。で、さらに胃管束がバラバラになってる。草子葉植物と単子葉植物ではこんだけ違うんだよってことを覚えておいて。うん、じゃあね、茎はここまでにしようか。じゃあ次、葉っぱ。葉の作りだけど、これね、前回にも多少出てきた図だ。何かって言ったら、これ何だったか覚えてる？ここの穴が開いてるんだけど、葉っぱに穴が開いてるんだ。この部分何だったか覚えてる？これね、気孔。葉にいくつも穴が開いてる。これを気孔と言って、気孔って何する場所か覚えてる？気孔というのは、例えば、蒸散作用で出た水蒸気とか、あと、呼吸とか光合成で二酸化炭素とか酸素の出入り口になっている部分が気孔ね。大丈夫かな？覚えてるかな？でね、今回やるのは、その気孔と、あと、葉脈。ね、葉脈。で、葉脈っていうのは、葉っぱとかよく見たら、まあ、こういう、のついてるよね。さらに言うならもっと細かくふわ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 っとなんか細かい線がいっぱいついてるよね。
これらの線のことをこれ、ね、葉脈っていうんだ。葉脈かな。歯の脈って書いて葉脈ね。もう見たらすぐ分かる。そのことを葉脈っていう。で、葉脈には導管と歯管が束になった部分がある。さっきやった胃管束ね。胃管束があるのが葉脈。で、表側に近い方に導管があって、裏側に近い方に歯管がある。こういった特徴もある。表が導管、裏が歯管ね。こういった特徴がある。覚えてるね。で、あと気孔。気孔っていうのはさっき言ったね、空気とか水蒸気の出入り口になる。で、気孔には、後編細胞。これね、ちょっと今までいっぱい単語出てきたから、覚えられない人はまあ覚えなくてもいい。余裕がある人だけ覚えて、後編細胞っていうのがある。これ何かって言ったら、三日月型をした2つの細胞なんだ。つまり、この図で言ったら、ここね、これとこれね、2つの細胞がある。この後編細胞っていう2つの細胞に囲まれた部分が、気孔っていう部分、隙間ね、になってる。ここまでいいかな。あとね、他、これもね、この真ん中、これが葉脈になってる。ここね、これ葉脈だ。で、ここの真ん中に、まあ上の方に、表側にね、導管があって、裏側、下側には、歯管がある。で、これ全体を葉脈っていうね、管になってる。で、これが気孔の図ね、ここ。間空いて、これ気孔ね。で、この2つが後編細胞って言われる細胞だ。で、隙間が気孔。こういった図だ。でね、ちなみにね、葉っぱを、真横から来た、まあ、こんな感じでね、真横からちょっと細かく切った図を描いてみるね。葉っぱがこうあるとする。こう、切った時の図ね。で、葉っぱには表とのこれね、表皮っていう、まあ、皮がもちろんついてる。で、細胞って初めて出てきたよね。葉っぱには細胞がこうぎっしり詰まってるんだ。ぎっしりと細胞が詰まってる。で、それぞれの細胞には、ここにも書いてあるんだけど、この点々点々で書いてるこの部分、このちっちゃい丸がいっぱい書いてるんだけど、このちっちゃい丸、これ何かって言ったら、これ覚えてる？葉緑体。要は葉っぱが緑色に見えるのはこの葉緑体がある。葉緑体の中の葉緑素っていう色素があるからなんだけど、葉緑体がこうちっちゃいこういっぱいついてこれね、全部葉緑体、葉緑体があるんだ。で、葉緑体って何をする場所か覚えてるかな。光合成する場所ね。光合成する場所が葉緑体ね。で、この細胞、ちっちゃな細胞の中にもいっぱいこう葉緑体がついあるんだ。葉緑体がね、葉緑体がいっぱいある。で、まあ、この辺りにね、葉脈っていうのがある。で、葉脈があって、まあ、上の方に導管がある。導管っていうのは根から吸い上げた水とか肥料の通り道ね。で、下の方には歯管がある。歯管というのは葉っぱで作った養分の通り道ね。歯管がある。で、まあまあ細胞があるんだけど、どっちかってこの裏の方の細胞は結構隙間があるイメージかな。こういう隙間がある。こんな感じ。で、まあまあこの辺とかにこう後編細胞っていうのがあって、で、ここが隙間がある。隙間ができる。ちょっと隙間作ろうか。隙間がある。で、この隙間のことを気孔という。で、この気孔を守っている2つの細胞を後編細胞という。こういったイメージね。で、もちろんこの上は皮ね、表皮になっている。いいかな、こういったイメージ。大丈夫かな。じゃあ、ちょっとね、最後問題いこうか。問題。まず問題の1番。放線花を、これ食紅って、赤いやつね、真っ赤っかなやつ。を溶かした水に刺しました。しばらくして茎を輪切りにして観察しました。
で、1番、茎を輪切りにするとどのようになっていますか。つまりこれね、赤い水になっているんだから、水が赤くなる。つまり水が通ったところが赤くなる。あ、い、う、どこが赤くなるかなってこと。で、2番、赤色の染まった部分を何と言いますか。ちょっと考えてやってみようか。では、映像を一旦停止して始めてください。はい、できたかな。じゃあ、見てみるね。ここ、要はね、根っこから水って通ってるよね。だから、根の通り道を探したらいいんだ。根からのね、通り道。根からの通り道は、どこにあるかな？ここか。根から吸収した水や肥料を通す導管だ。導管ね。導管はどこにあるかって言ったら、内側だよね。外が歯間、内は導管。だから、さっきの図で言ったら、内側が赤くなっている。だから、答えは、うだ。いいかな。内側が赤くなっているね。で、括弧の2番、赤色に染まった部分を何と言いますか。だから、水の通り道だから、さっき見た通り、導管になっている。こういうことね。これね、光線がこれね、赤い、まあ、食紅を溶かした水に刺すっていう、これ結構よく出る問題だから覚えておいて、内側が赤く染まるからね。じゃあ、あと1問問題やろうか。次の問題、根の問題。根の様子を調べました。図は根の先端近くの断面の様子を表したものですと。で、赤らうの部分を何と言いますか。あ、いいね。で、2番、細胞が分裂している部分は、どこですかっていうこの2問ね。じゃあ、これも映像を一旦停止して始めてください。はい、いいかな。じゃあやっていこうか。まず、赤らうの部分。あだけど、これ根に生えている毛だ。根に生えている毛を何というか。根の毛と書いて、根毛という。じゃあ、い。いは、根の先だけど、先の一歩手前、こうなってるのとかね。ここで何が行われてるか覚えてる？成長してるんだよ。だから、成長してる点で成長点。細胞が分裂してるってね。で、う。一番先端の部分を何というか、根幹ね。だから、すべて全部、はじめにね、書いてあるんだけど、この、毛の部分を根毛という。で、ここね、成長する点を成長点という。で、一番下の部分ね、を根幹というよね。だから、答えはこれね、根幹ね。いいかな。こういうふうになっている。覚えてね。で、括弧の2は、細胞が分裂している部分はどこですか？あ、い、う、え、もあるんだけど、まあまあ、あはまあ違うんだけどね。い、う、え、どこか。どこかって言ったら、もう成長点って書いてるからね。ここで分裂してるんだ。いいね。答えはい。うん、ちなみに根幹ではね、こういった分裂は行われてない。さらに言うなら、A とかね、この辺はない。で、E のちょっと上ら辺はどうなってるか覚えてる？成長点で細胞が分裂してるよね。そこのちょっと上は何が行われてるかって言ったら、その分裂した細胞がどんどん膨れ上がってるね。大きくなってる場所ね。うん、いいかな。じゃあね、ということでね、今日の授業はこれで終わります。